エルトビレ旧市街エルトビレアムラインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のラインガウタウヌス軍の最も大きな市である。地名は、ラテン語で、高い場所にある街を意味するアルタビラに由来し、エルドビル、エルフェルドなどを経て、エルトビルと表記されるようになった。この街は、ラインガウワイン生産地区に位置しており、ワインと、スパークリングワインとバラの街と呼ばれていた。 さらに2006年からは、グーテンベルク都市、2020年からは、持続可能性の街の称号を得ており、ドイツで最も称号の多い都市となっている。エルトビレは、タウヌス山地南西部の南斜面に位置し、東北東から西南西方向に流れるジュルズバッハ川とキートリヒャーバッハ川が、ライン川に注ぐ河口に位置している。エルトビレは、北はシュランゲンバート及びキートリヒ、 東は、軍独立シビースバーデン及びバルフ。南は、ライン川を隔ててブーデンハイム及び、インゲルハイムアムライン。西は、エストリヒーコールビンケルと境を接している。エルトビレの地域は、5つのオルツ別クに分けられる。それぞれのオルツ別クは、オルツフォアシュテアート、オルツバイラートを有している。中核式エルトビレも1つの別力であり。 他は1972年から1977年に合併した旧町村がこれを構成している。大司教の白市域内の最も古い定住の痕跡は新石器時代にまで遡る。ローマ時代の別荘の遺跡が残されている。豊富ドライスの西にある4世紀末からのエルトビレのフランク人墓地は永続的な集落があったことを示している。フランクの横領が 現在の町の発展の礎となった。最初の文献記録はアルタビラという表記で1051年に亡くなったマインツ大司教バルドの電気ビータバードニスに記されている。この時代には王領はマインツ大司教領となっていた。教区教会はおそらく937年から954年のフリードリヒ大司教によって建設された。 1313 13年にはすでにこの村は壁で守られていた。1329年に大司教の城塞の建築と私壁の建築が始まった。1332年8月23日に皇帝ルートビヒ4世は鳥屋広塚佐教でマインツ大司教区の代表代理を務めていたバルドゥインの要請によりエルトビレに都市圏を授けた。1347年に 先帝公の城が完成した後エルトビレは1480年までマインツ大司教の宮廷所在地となった。これによりエルトビレは教皇と皇帝との間の大司教任命をめぐる確執の現場となった。この紛争はマインツ司教のフェーデでピークに達した。先帝公の宮廷が撤退した後、エルトビレは単なるラインガウの中心地となった。 1646年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれたエルトビレこの街には、いくつかの歴史的な貴族の館が存在している。例えば、ラングベルト・フォン・ジンメルン男爵のシュトックハイマー・ホーフ、エルツハクのクラース城や、エルツァー・ホーフがそれである。先帝公の城は、30年戦争中の1635年に、スウェーデン軍によって、 居住棟だけを残して破壊された。1948年5月8日、エルトビレの消防団責任者は、ナッサウ消防連盟の第二次世界大戦後初の連盟集会に参加した。この集会には679名の代表者が参加した。この町は歴史上以下のように表記された。エルトビレ旧市街の聖ペーターウンとパウル教会、エルトビレの五つの区には、 それぞれ一つずつ、カトリック教会が存在する。これらは、ラウエンタール・マルティン・スタール・ニーダー・バルフ・オーバー・バルフ、キートリヒ・エルトビレ・エア・バッハ・ハッテンハイム・ファルガルテン、エストリヒ・ミッテルハイム及びビンケルシボク地域として統合されている。本市の福音主義キリスト教徒は、三つの教会に分けられる。エルトビレとエア・バッハの信者は、トリアンゲリス・エルトビレ・エア・バッハ・キートリヒ教会に属す。 この教会は、プロイセン王子、アルブレヒトの日マリアンネから1861年に、寄進された、教会堂、ヨハネス教会を有している。これはオーバー・ラインガウで最も古い教会堂である。ハッテンハイムの福音主義信者は、エストリヒー・コール・ビィンケル福音主義教会に属す。マリンスタールとラウエンタールの信者は、バルフ、マルテンスタール、ラウエンタール福音主義救世主教会に属す。 エルトビレでは14世紀から時々中断を挟みながらもユダヤ住民の存在が証明されている。近代的なユダヤ教組織の成立は1787年のシナゴーグ規則の中に現れている。エルトビレのシナゴーグは1831年に完成した。シナゴーグの内部は水晶の夜によって破壊された。ユダヤ教会は チ時代の1938年まで存続していた。エルトビレ中核宿の私立墓地近くにある1896、97年のエルトビレユダヤ人墓地は今も存在している。エルトビレアムラインの市長者エルトビレアムラインの市議会は37議席で構成される。ヘッセン州の自治体法によれば市長はエルトビレの場合市長の他に12人の市議会議員で構成される。 マギストラートの議長を務める。市長のパトリック・クンケルは2006年9月1日の市長選挙で当選した。2006年4月9日の決選投票で54.0%の支持票を得ての当選であった。この選挙の投票率は46.2%であった。彼は1994年に直接選挙で選ばれた。 初の市長であったベルンハルトホフマンの公認として市長に就任した。これ以降彼は2回再選されている。2012年4月22日の選挙での得票率は64.8%、2018年3月4日のそれは66%であった。第二次世界大戦後の市長を歴記する。エルトビレ・アムライン氏は以下の都市と姉妹都市関係にある。 木組建築が並ぶエルトビレのブルク通り、エルツァーホーフエーバーバッハ修道院、シュタインベルクのブドウ畑マテウスミューラーゼクトケレライ、本社、エルトビレは観光開発がなされており、数多くのワイナリーやワイン居酒屋で楽しむことができるワインやスパークリングワインの生産で知られている。ユニークなのは、主要なワイナリーの共同体で製品の比較をできるようにしたエルトビラービノテークである。 これは、ラインガウでは、唯一の乳首のテークであり、ドイツでも数少ない例の一つである。エルトビレは、ロームンゼクトケレライエンに属す、マテウスミュラーゼクトケレライ、ヘッセン州立、バイナリークロスターエヴァーバフハ、スパークリングワイン製造業者のシュロスボークスの本社所在地である。また、ラインガウ最大の工業系雇用主ジャンミュラー電子、技術工業の本社もこの町にある。 エルトビレは1988年からローゼンシュタットを名乗っている。これによりバラは特徴的な町の構成要素となった。輝く赤いバラ、シュタットエルトビレは1990年に育種家のハンスユルゲンエイファースによって作られ、白のバラ園でいくつも見ることができる。日本人育種家の田頭数像はこの町への訪問を記念して自分が開発した品種の一つを シェーネス・エルトビレと名付けた。エルトビレは、その宿とともに、ドイツ機組の家街道のステーションとなっている。市内を、ヘッセン広域自転車道、R3 号線の別ルート R3A 号線が、通っている。これは主に、ラインガウアー、リースリングルートを経由している。R3 号線は、ライン側マイン側近キンツヒ川沿いに伸びており、フルダを経由して、 レーン山地の端に至る。ライン側の岸辺を総延長約1 2 3 0トルに及ぶライン自転車道も通っている。この自転車道はスイスのアルプス山中、オーバーアルプ峠に近いライン側水源地付近からロッテルダム近郊の河口まで5つの国を通る。エルトビレーキケルンデュッセルドルフライン定期線の船着き橋内を連邦道 B42 号線が通っている。 この道路は連邦アウトバーン A66 号線から継ぎ目なくつながって西に向かう。この道路は3つのインターチェンジを有するアウトバーン仕様に拡張されたバイパス道路として中核宿北側のブドウ畑の中を通っており、南に曲がってエルトビレとエアバッハとの間のライン下半で4車線に拡充された区間が終了し、ここからさらに西に方向を転じて続く。 これにより、エアバッハとハッテンハイムは、交通量の多い、自動車専用道路によってライン側の下半から、隔てられている。エルトビレのライン側下半で、同様の乱開発を防ぐために、エーリヒカピッツケは1958年に、エルトビレバルファー、ライン下半景観保護協会を設立した。何十年にもわたって、エルトビレのライン川沿いの道路に変わる。 様々な案が検討された結果、1989年に、現在の北バイパス道路が完成した。B42 号線が A66 号線に移行する付近から、やはり交通量の多い連邦道、B260 号線が北に向かって分岐している。この道路は、マルティンスタール区を貫いて、バートエムス及びナッサウ方面へ向かう。この道路は、 エルトビレと、軍庁所在地のバートシュバルバッハとを結んでいる。この町は、フランクフルトアムマインから、ビースバーデンや、コブレンツを経由して、ノイビートに至る、ラインガワウガンのドイツ鉄道沿いの、ラインマイン交通連盟に加盟しており、エルトビレ、エアバッハ、ハッテンハイムに駅がある。この路線を、ビアズ社のフラート型機動車による、ラインガウ 1000RP10 及びラインガウエクスプレス。 REQ が運行している。ライン下半には、ケルン、デュセルドルフライン定期船のための施設をはじめ、多くの船着き場がある。ありがとうございます。